今回のマインクラフトは何でも増殖させられます。アイテムやモブはもちろん、ヤギさんも増殖させることができます。増やしすぎてバグってしまったアイテムも手に入れながらエンドラ討伐していきます。これからもたくさんモッドを作ってほしいという方は高評価よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れずに。それではグッドラック。皆さんどうもこんにちは、ヤギです。今回もですね、めちゃくちゃ面白い自作モッドを作ってきました。まあね、どんなモッドかと言いますと、何でもね増殖させられるマインクラフトです。はい、ブロックもアイテムも僕自身でさえ増殖させることができちゃいます。まあその増殖させるためのアイテムを今回クラフトできるんで、作業台見ていきましょう。はい、こんな感じでね、ちょっと新しいアイテムもめっちゃ増えてるんだけどここら辺やばいよね。まあここら辺のアイテムに関してはまた後で説明します。はい、でまずはですね、こちらプレイヤー増殖ツール、アイテム増殖ツール、ブロック増殖ツール、モブ増殖ツール、ここら辺をね作っていこうと思います。まずね、簡単に作れそうなのはこのブロック増殖ツールなんだけど、鉄ブロックと金ブロックが必要ってことで結構大変なんだよね今回ちょっと最初のアイテムを作るのがめちゃくちゃ難しいんだけど、しょうがないです。もうチートアイテムなんで。ってことなんで、まあさささっとね、地下の方に入ってゲットしていきたいと思います。はい、もうとりあえず石のツール完成させたんで地下に入っていきましょう。そういえばなんだけどさ、多くの原木が必要なんだよね。ちょっと多くの原木だけ探しに行こう。はい、多くの原木見つけたんで、これをたくさん掘ります。そしたらもうさすがに地上でやることはもうないんで、お、いいところに洞窟がある。ここに入っていきましょう。おお、廃坑がある。すげえ、ちょ待って、死ぬ、どこからスケルトン殴ってきてんの？危ねえ。ここを拠点としましょう、今回の。狭。おおお、やり合い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 。ナイスナイスナイス。このシステムナイスすぎる、マジで。マイクラ作った人に感謝。これで鉄ブロック2個分の鉄が集まったから、あとは金だけ集めればいいね。お、金発見。お、結構ありそうだぞ。あれ集まったんじゃない？あ、8個。あ、8個。足りねえ。1個足りねえ。レッドストーンもある。これも掘っておきましょう。後々使うからね。お、チェスト発見。おお、ダイヤモンドある。これはでけえ。ありました。ラストの金。これを集めて全部温めたら、やっとクラフトできます。いや、お待たせしました。まず鉄ブロックを2つクラフトします。そしてその次に金ブロックをクラフト。そしたら多くの原木をここに置いて、鉄ブロック、鉄ブロック、金ブロック。これでブロック増殖ツール、これをクラフトすることができます。ブロック増殖ツール、やばいアイテムをね、ゲットすることができました。ちょっと早速使っちゃいましょうか。じゃあまず、この多くの原木でやってみましょうか。ここに原木を置きます。そしたらこのブロック増殖ツールで、右クリック。するとですね、このブロック増殖ツールに、ブロックがね、保存されます。なので、この状態で、普通に右クリックすると、ポイ！するとなんと周りのブロックが全部多くの原木ブロックになってるんですけれども、皆さんちょっと気づきましたでしょうか。なんかバグがね起きてます。エラーって書いてあるんだけど、英語でエラーがね起きたブロックが2つありますね。これをちょっと掘っちゃいましょう。こちらを使ってですね、ちょっと面白いアイテムをね今回クラフトできるようになってるんですよね。まあちょっと多くの原木を増やしてもね全然嬉しくないので、なんかさ、ダイヤモンドブロックとか鉄ブロックとか金ブロック、ちょっと作っちゃって、増やしたいなと思います。まあ、とりあえず次はね、このアイテム増殖ツールを作りたいんで、ダイヤモンドブロックが必要なんですよね。もうちょいだけ採掘しようか。いや、ダイヤモンド欲しいね、ダイヤモンド。おー、ダイヤ！発見、全部で9個欲しいからね。オッケー、金ごと9個集まったんで、これでちょっと金ブロックを作ります。はい、金ブロックを作り、金ブロックを置き、そして、ブロック増殖ツールで右クリック。そして、さらに、右クリックすることで、金ブロックが増殖します。これはもう金持ちだ。金持ちになれるぞ。これ強すぎないか。さすがに最強の能力手に入れたぞ。待って、ちょっと俺いいこと思いついちゃった。てか俺アホだ。マジでアホだった。こうすりゃいいんだ。ブロック増殖ツールで鉄鉱石を右クリックして、さらに右クリック。これだけで鉄増えるもんね。これを使えばダイヤだって無限にゲットできるわ。ちょっと俺バカすぎたね。さっき普通にダイヤモンドの鉱石掘っちゃったわ。よし、そしたら鉄インごと9個集まったんで、これ鉄ブロックにしちゃって、鉄ブロックを置いて、で、ブロック増殖ツールで鉄ブロックを増殖。おー、またエラーブロックが出てきてますね。皆さんお気づきかと思うんですけど、このエラーブロックをここに置くじゃん。そして、ブロック増殖ツールで、バーンってやれば、エラーブロックも、こうやって増殖するから、これでたくさん集めちゃいましょう。まあね、このエラーブロック、何に使うか皆さんちょっと気になってると思うんで、使うやつをちょっと見ましょうか。エラーソード。まずこれにね、エラーブロック使います。ダイヤモンド剣だね。あ、作れるな、これ。ダイヤモンド剣を作りまして、ダイヤモンド剣をエラーブロックで囲む。すると、エラーソード。これをクラフトすることができます。はい。今回ね、こんな感じでバグったアイテムをゲットできるんですけど、エラーって書いてあるね。こちらはですね、振ると、
なんとエラーソードが増殖します。どんどん振るとほら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 大量にゲットできるんだけど、そしてですね、ついでの能力もあります。これを落とします。するとこれ見ててください、なんと爆発します。危険すぎるアイテム、これエラーソードです。エラーソードをこうやって捨てるだけでそこ爆発するんで、マジで気をつけた方がいい。ちょっとこんな大量にゲットしたって大丈夫かな、もう大量の爆弾抱えてるみたいな気分になってるんだけど、とりあえずダイヤモンドを探しましょうか。次はありました、ダイヤモンド鉱石。ちょっともう走れないからやべえんだけど、あ待って、これ掘っちゃダメだ、危ない危ない。ブロック増殖ツールでボーン増やす、増殖させて、これをまず掘ります。はい、大量に掘りまして、でダイヤモンドブロックまず作っちゃおう。ダイヤモンドブロックを作って設置、ブロック増殖ツールで増殖、これでダイヤモンドブロックを大量に集めて、よし、これでクラフトできます。アイテム増殖ツール、これをクラフトします。こちらはですね、ちょっとやばい、ブロック増殖ツールよりも全然便利なアイテムです。これマジやばいです。例えば、あ、今もう食料がないんでこの腐った肉しかないんだけど、こちらをですねアイテム増殖ツールで右クリックすると2つに増えました。でこれどんどんね増やしていけるんだよね。今4つぐらい多分なってると思うんだけど、これね、まだちょっとわかんないか。増やしていきます、どんどん。どんどん増えてる、どんどん増えてる。おお、一気にめちゃくちゃ増えた。大量にあるぞ、これ。拾ってみるか。あ、やば。全然拾いきれない。これで、腐った肉をね、大量にゲットしました。いらねー。ちょっともう一回だけ使ってみますか。ボン。うーわー。ちょっともうマイクラ重い気がする、すでに。ダイヤモンドブロックも一個一個掘るのめんどくさいから、これで、どんどん増やしちゃおう。ボン、ボンボン、やばい。これは視聴者の方でね、これ欲しいっていう方はコメントで教えてください。あの、私に行きます。よし、そしたらちょっと一旦上に上がりましょうか。もう地下でねゲットするものは全部ゲットしたから上に上がりましょう。はい、皆さん戻ってきました。そしたらですね、次はレッドストーンブロックを作りまして、これでですねプレイヤー増殖ツール、これをねクラフトすることができます。クラフトしちゃいましょう。こちら使ってみましょうか。右クリックするとなんとヤギさんが増殖しました。こんにちは。こんにちは。あー、なんか喋れるみたいですね。まあ、そんな茶番はさておき、こいつはですね僕の分身です。でもう一回このプレイヤー増殖ツール使ってみましょうか。ほい、するとなんとさらに増えます。こっちもね増えてますね。でもう一回使えばもちろんさらに2倍に、もう一回使ったらさらに2倍。おっ、するとちょっと待って、皆さんちょっとなんかここら辺になんかポータルのなんかエフェクト出てますよね。こいつからちょっと多分出てると思うんですけど、ここら辺のやつ、あれどこだどこだ、あ、いた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 。こいつはですねなんとエラーヤギさんです。こいつもねバグったヤギさんなんで、ちょっと一旦殺しちゃいましょう。殺すとですね、おい、なんとこちらエラーアイテムがねドロップします。そしたらこれを拾いまして、待って、俺のこと殴ってるやついる、ちょやめてくれマジで。敵に回した。やっぱヤギさんにもね意志があるんで、殴っちゃうと殴り返してくるっぽいですね。そしたらですねこのエラーアイテムも増やしちゃいまして、ほい、オッケー、増えた。よし、こちらをゲットしまして、これをですね使ってあるアイテムをクラフトしていきたいと思います。一応ねここにモブ増殖ツールもあるんだけど、これウィザースケルトンの頭蓋骨が必要なんだよね。だからまだちょっとゲットできないっていうことで後回し。次はこのエラーシールドを作ろうと思います。はい、こちら盾をまずクラフトします。盾をクラフトしてエラーで囲む、すると、はい、完成しました。エラーシールドです。こちらはですね、まあ、持ってるだけだと何も起きないんですけど、右クリックしてみます。はい。するとですね、なんと、シールドがね、周りに出現しました。こいつはですね、俺にね、ついてきます。はい。まあ、手を離すとね、消えるんですけど、あの、エラーシールドでね、モブからの攻撃を守ってくれるんで、ちょっと後で使っていきましょうか。そしたらちょっとまともな食料が欲しいね。村があったんで、ここでね、ちょっとリンゴを探したいんだけど、とりあえずこのプレイヤー増殖ツールで、大量にね、プレイヤー増殖させて、モブと戦わせます。こいつらモブと戦ってくれるんだよね。だからこれで身を守れるっていう感じで。もうさらにどんどん増やしていけるから。やばいやばいやばい。えぐいぞこれ。いけいけいけ。俺からもう俺に絶対モブ到達できなくなってるぞこれ。だけどちょっと、量多すぎて動きにくいな普通に。やべ、ヤギさんが邪魔すぎる。ヤギさんが意外と邪魔すぎる。どうしようこれ。多すぎる。ちょっと待って。あ、やらかした。これ増やしすぎたわ、ヤギさん。せっかくだからこのエラーシールド使おうと思ったんだけど、使えねえな、このままだと。あ、来た。エラーシールドちょっと使おう。これでですね、なんとシールドが
モブを飛ばします。え、待って、死んだ。あ、死んで一人になりました。よかった、ヤギさんをちょっと増やしすぎてたからね。まあ、いっか。あ、ちょっと待って、これもうシールド使おう。これ見ててください。ちょっとさっきうまく使えなかったからね。このように周りのねやつ、縦に当たったモブをぶっ飛ばすことができる。だけどうまく縦に当てないとちょっと飛んでくれないから。これ結構むずいな。で、相手の矢をガードしてくれたりとかするね。おー、いいね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 。あ、うい。楽しいですね、エラーシールド。ちょっとダイヤモンド装備作るか、とりあえず一旦。そしてなんと今回エラーレギンス、こちらダイヤモンドのね装備をねエラーで囲むとエラーの装備をね作ることができます。はい、ちょっとね自分でも何言ってるか分かんなくなってきてんだけど。はい、ちょっと作れるので全部作っちゃいましょう。はい、エラーブーツ、ヘルメット、はい、これでクラフトすることができました。これをね全部装備するとどんな感じになるかっていうか、まず音がバグってる。アイテム装備した時のちょっと音バグってたんだけど、はい、まあ、こんな感じで今ね、あ、待って、なんかジャンプ力が高くなってる。見てくださいここ。バグり散らかしてるんですけど、あ、見て見て見て、これ半分になりました、エフェクトが。なんとね、このエフェクトが入れ替わります。しばらくしたらね、このまたエフェクトがまたバグって別の能力がつくっていう、めちゃくちゃ面白い能力なんだよね。ちょ、これを使ってリンゴをちょっと集めていこう。採掘速度上昇がついてるからね。おお、落ちてる。リンゴやっとゲットしました。そしたら、はい、金で囲んで金リンゴ3つゲットしました。そしたらこの3つを置いてアイテム増殖するで、ね、また増やしていく。やっとこれでゾンビ肉から卒業。ずっとゾンビ肉使ってたけど、うわぁ、もうこれで十分だね。そしたらね、次はこのエラーブロックを増やします。アイテム増殖するで、ね、増やす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 、オッケー、めっちゃ増えた。そしたら多分作れると思う。エラー金リンゴ、これを作ります。はい、クラフトして、こちらもとりあえず増やしておこうか。また、いや、アイテム増殖ツール便利すぎるな。オッケー、ゲット64個。こちらを食べますと、なんとヤギさんのね顔がね出てきます。これあれです、編集で付け足してるんじゃないよ。そして空を飛べるようになってるという感じで、めっちゃバグって、待って、危ねえ危ねえ危ねえっていう感じで、これを食ってる間だけ、もうなんかこれ変な邪魔なのがつくんですけど、空を飛べるようになるっていうのが、このバグったエラー金リンゴの能力です。これかっこいいよね。そしたら、あと、クラフトしてないのは、エラー TNT とか、あ、次、モブ増殖ツールを作ろう。これ、ウィザースケルトンの頭蓋骨必要なんで、ネザーに行ってちょっと探しに行きましょうか。そしてですね、今回ネザーゲートを作るのもめちゃくちゃ簡単で、ここにちょっとマグマだまりあるんで、ここをね、まず、はい、水で、こんな感じ、こんな感じで黒曜石を作ります。そしたら、ブロックをゲートの形に置いていって、ブロック増殖ツールで黒曜石を右クリックして、保管して、この状態で、もう一回右クリックすれば、あれ、ちょっと失敗したね。これ草じゃダメなのか。多分これでいけると思う。ブロック増殖ツールを右クリックで黒曜石を保管して、さらに右クリック。そしたら、オッケーオッケーオッケー。こんな感じでね、周りのブロックを黒曜石にしてくれるから、よいしょ。はい、こんな感じでゲート完成しました。これはやばいな。邪魔だな。オッケー。ん?おしおしおし、大丈夫だ、大丈夫だ。そしたら、火打ち石を集めて、火をつけたんで、ネザーに行きましょう。今回、ウィザースケルトンをね、ちょっと探しに行きたいんだけど、とりあえずエラー金リンゴを食えば、空飛べるんで、これでどんどん探していきます。ありました、ネザー要塞。よし、入ってくぞ、入ってくぞ。ダッシュで入っていって、そしたらこのエラーソードで、おい、おい、よしよし。いやー、さすがに出ねえか。てか、ウィザースケルトンの頭蓋骨めっちゃ大変じゃん。ここで、出ろ。出ないか。めっちゃエラーソード落ちてる。まあだけどこれね、自分でドロップしなければ爆発しないから大丈夫なんだよね。お、黒曜石ある。これもらっておきましょう。うわー、出たー。超時間かかりました。ゲットしました。そしたらもうこっから逃げよう。これを食って、はい、空飛んで逃げます。はい、モブ増殖ツールやっとクラフトすることができました。こちらをね、使ってね、またさらにね、エラーアイテム、たくさんゲットしたいと思います。そしたらですね、ブロック増殖ツールを使って、はい。もうちょい上か。ほい。これで帰りまーす。はい、帰ってきました。ちょっともう、遠いところに多分帰ってきた気がする。早速ちょっとモブ増殖ツールを使って、面白いことしたいんだけど、まずクリーパーを、右クリックで、はい。保存して、そしたらここに増殖させます。おー、めっちゃスポーンした。いやー、このままだとちょっと、待て。これね、なんでこんなにたくさんスポーンさせてるかっていうと、あれです。エラークリーパーが出てくるからなんですよね。ちょっと待って、一旦どうしよう、これ。一旦エラーシールド出そう。おい、ガードしろ、俺を。一
一旦こいつらを爆発する。ちょっと待って、いけ、飛ばせいけいい感じいい感じ。おーしよ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 し。そしたらですね、こちらのエラークリーパー、なんとですね、殴ったら爆発するんですけど、これ爆発してるフリですね。本当は爆発してないです。そしてエラー火薬をねゲットすることができました。よし、砂と火薬でもちろん作るのはこちら TNT ですね。そして TNT をエラー火薬で囲むんすよね。ってことなんで、エラー火薬をもうちょい増やして、エラー TNT こちらをクラフトします。こちらはですね、あの普通の TNT じゃないです、もちろん。エラー TNT ここに置いて、ちょっとブロック増殖ツールで増やそう。なんとね、これ置いただけだとね何も起きないです。モブがこのブロックの上に乗ると爆発します。なのでブロック増殖ツールでこんな感じで地雷みたいに設置して、ほい、こうやって置けば、このスケルトンが踏んでくれ、踏んで爆発して死ぬとこれがですね、エラー TNT の能力です。優秀ですね。そしたら次はですね、この牛さんをモブ増殖ツールで増やす。出てこい、エラー牛。バグった牛がね出てくるのを待ちます。あ、出てる。このバグった牛を倒す。ちょっと色が薄いですね、他のに比べて。めっちゃ逃げるこいつ。待って、なんか周りにめちゃくちゃ邪魔なやつらがいる。牛さんを倒して、オッケー、ゲットした。エラー生の牛肉、こちらをねゲットすることができました。そしたらですね、このエラー生の牛肉を食います。すると、あの食料バー、このお肉のねバーが増えました。もうバグってね、今回僕のマインクラフトバグりまくってんだけど、まあ、こちらでですね、もうあの僕腹減りません。そしたらですね、あとはエンダーマンだけ、エンダーマンをねモブ増殖ツールで増やして、ちょっと変なエンダーマンをね召喚させたいんだよね。待って、スポーンしてる。あのエンダーマンをモブ増殖ツールで選択で、ここに複製、これでね変なエンダーマンが一体出てきます。のこのこ出て、あ、来た、出てきました。見てください、エンドポータルを持ってるエンダーマンです。バグってる顔が。そしたらですね、このエラーエンダーマンにぶつかります。すると、なんとエンドの世界にねやってくることができました。しかもこっちこれはちょっと予想外ですね。あの帰りましょう。てかこれ帰れなくないか、エンドゲートウェイがスポーンしてないから。あ、積んだ。僕の知らないところまで今回のモッドバグってました。ということで、あの今回ちょっともうここで積んだということで、なんと、あの最近ちょっとこの変な終わり方が多いね。バッドエンドということで、今回はもう僕はここで一生生活することになりました。もう動画上がらないかもしれないです、ヤギさんの。ちょっと一人だと寂しいんで、せっかくなんでちょっと僕をたくさん召喚して、みんなであのこれから生活していこうと思います。みんなよろしくな、これから一緒に頑張ろうな。まあ、ということで今回の動画は、これにて終わりたいと思います。また次の動画もお楽しみにしといてください。それではまた、さよなら、バイバイ。